旧地下改札口ホーム、嵐山方面を望む。左から1、2、4番線で、手前に3番線がある。本線上の画面奥に上下渡り線が見える。片平の辻駅は、京都府京都市右京区太秦片平家辻町にある、京福電気鉄道の停留場。嵐山本線と北野線の2路線が接続している。駅ナンバリングは A8。付近の地名は、太秦片平家辻町だが、駅名の表記は、片平の辻である。単式、島式ホーム各一面の計2面4線の地上駅。単式ホームと島式ホーム間は、構内踏切や地下道で行き来できる。改札口は1番ホームに面した南側地上にある。有人改札のみで、自動改札機は設置されていないが、IC カードの簡易処理機が、手押し車に乗せられた状態で置かれている。かつては地下に改札口と、駅務室があったが、2011年にバリアフリー化のために停留場南側地上に移設された。旧改札口には入場のみ可能なゲートが設置されている。地上にあるプラットフォーム全体を建物が覆っているため、一見京上駅舎のように見える。この建物は京福電鉄所有のビル、ランデンプラザ片平であり、テナントにはスーパーマーケットのフレスコ、衣服の安売り店、温泉土、100円ショップ、ダイソー等がある。なおかつてのテナントは、ジャスコ片平の辻店だった。もともと線路の北側にのみ、店舗入り口があったが、停留場南側に、新設の改札口が設置されたために、改札口のすぐ前に階段のみの店舗入り口が作られている。ありがとうございます。